はい、こんにちは、116インズです。ついに MLB が開幕しましたね。野球が始まるとともに徐々に気温も上がりつつあり、春の訪れを感じる今日この頃でありますが、春と聞いて皆さん何が思いつくでしょうか？そうです、やっぱり契約延長の季節ですよね。メジャーリーガーの多くはシーズン中は本業の野球に集中するため、契約延長交渉の期限を開幕にセットすることが多いですので、開幕前後で結構契約延長に関する話題がポツポツと出てきます。去年もガーディアンズのホセラミレスやマリナーズの JP クロフォードといった選手たちが開幕前後に駆け込みで契約延長をまとめていましたよね。で、今年もここ1週間くらいで結構契約延長に関する話題を見かけましたので、今回は最近見かけた契約延長にまつわるお話でもしていこうかなと思っています。はい、まずはブレイブスの内野手オーランド・アルシアから。アルシアは先日3年総額730万ドル、ここに4年目のオプションがついた契約を結びました。ブルワーズ時代は球界屈指のトッププロスペクトとして期待されていたアルシアですが、なかなかメジャーレベルで目立った結果を残すことができず、2021年の途中にブレイブスへ移籍となっていましたが、ブレイブスに来てからは主にユーティリティとして渋い働きを見せていますよね。現状のアルシアに何かものすごく突出したものはないかもしれませんが、ブレイブス移籍後は二遊間やサード、時に外野も守りながら、昨年は67試合で打率2割4分4厘、OPS 7割3分3厘、WRC プラスが104。WRC プラスだけで判断すれば昨年が最もバッティングが良かった年となり、リーグ平均程度に打ちながら様々なポジションを守れる、ベンチに一人は置いておきたい貴重な選手となった印象ですね。今季はスワンソンが移籍となり、マイナーでグリソムやシューメイクの準備ができるまではショートのレギュラーを務める見込みですが、こんな感じで要所要所必要に応じてポジションの穴を埋められますし、また現在28歳とまだまだ若いユーティリティとの3年契約をこの値段で結べるんだったら、ブレイブスとしても悪い話ではないでしょう。続いてはカブスのニコ・ホーナー。ホーナーは来季からの3年総額3500万ドルの契約をカブスと結び、この契約はホーナーの残りの年俸調停と FA イヤー1年分をカバーした契約となります。もともと2018年にドラフト1巡目指名を受けたホーナーは、怪我や不振などで思うような成績を残していなかったところ、昨年は自己最多となる135試合に出場し、ベースボールレファレンス算数のウィンズオブリプレイスメントで 4.4 を記録、ブレイクイヤーの結果として今回このような契約延長をつかむに至りました。スワンソンの加入で今季からセカンドに回り、もともとショート守備でプラスを稼げている選手ですので、昨年と同じようなパフォーマンスを見せれば、ウィンズオブリプレイスメントで4前後は期待できそうな選手であるものの、一方で今季の年俸が250万ドル程度とまだまだ安く、そこをスタートとして残りの年俸調停2年間の年俸が決まっていく、あるいは伸びていきますので、カブスは結構気前のいい契約出したなという印象も正直あります。FA イヤーも1年しかカバーしておらず、またどうしても怪我の不安もつきまとう選手でもありますので、カブス側の契約延長によるメリットはそこまで多くないようにも見えますが、カブスとしてはホーナーがこれからさらに伸びると考えての今回の契約なんでしょうかね。その判断が正しかったか、これからのホーナーの活躍が決めるでしょう。3人目と4人目はガーディアンズの選手たち。まずはリリーフピッチャーのトレバー・ステファン。ガーディアンズは昨年に続いて今季も契約延長ラッシュとなっていますが、このステファンとは4年総額1000万ドル、ここに2年分のオプションがついた契約となりまして、FA までの残りの4年間と、オプションが行使されれば FA イヤーを最大で2年分買い取った形となります。2020年オフにヤンキースからルール5ドラフトで獲得し、そこから一気にブルペンの一角を担うにまで成長したステファンは、昨年66試合で防御率 2.69、クラッセ、カリンチャクラと共にガーディアンズブルペンを支え、特にステファンは三振も奪えるし、打球関連の指標も優秀だしと、本当に火の打ちどころがないくらいの活躍ぶりでしたよね。リリーフピッチャーの成績は一部のエリートクラスを除いて年によるブレが大きくなりがちであるものの、ステファンに関しては活躍を裏付ける材料も多いですし、またそもそも4年総額で1000万ドルだったらそこまでリスクも大きくはなく、それでこのクラスのリリーフをうまくいけば FA イヤーも含めて囲い込めるなら全然 OK なのかなと。そしてもう一人ガーディアンズが今年囲い込んだのがセカンドのアンドレス・ヒメネス。ヒメネスとは7年総額1億650万ドルの契約を結び、FA までの残り4年間と FA イヤーを3年分買い取った形となりました。2020年オフにフランシスコ・リンドアをメッツに放出したトレードで獲得したヒメネスは、瞬く間にスターセカンドへの成長を遂げ、昨年は146試合で WRC プラス140、ベースボールレファレンス算数のウィンズオブリプレイスメントで 7.4 の好成績を並べる大ブレイクイヤー、MVP 投票でも6位に入る充実の1年でしたよね。バッティングはここまで急成長を遂げるとは正直思っていなかったんですが、チームメイトのラミレスと同様に引っ張った時にパワーのツボがあると言いましょうか、全体の打球関連の指標はそこまで良くはないかもしれないけれども、引っ張ってホームランを打つ力が身についたことで一気に飛躍した印象ですね。昨年ゴールドグラブ賞に輝いたように、セカンドを守らせるには正直もったいないくらいの守備力もありますし、これからも攻守に高いレベルでの貢献も見込めそうで、その選手と FA イヤー3年分をカバーした長期契約を結べたのは本当に大きいのかなと。昨年のラミレスに続いてガーディアンズはうまく野手のコアを囲い込んだんじゃないのかなと思います。
続いて開幕してすぐにまとまった契約延長ですが、パドレスのジェイク・クロネンワースが来季からの7年総額8000万ドルの契約に合意しています。FA までの2年間と FA イヤーを5年分もカバーした契約となりましたね。先日のダルビッシュ選手、マチャドに続いてパドレスまた長期契約かよと思った今回のクロネンワースとの契約ですが、ここ2年連続でオールスターに選出され、ウィンザーボリプレイスメントもいずれの年も4以上と平均を優に上回るレギュラーとして彼は活躍を続けていますので、まあこの規模の契約は当然といえば当然、むしろ FA イヤー5年分も買い取ってこの契約総額で済んだのかという印象もあります。随分とクロネンワースがディスカウントを受け入れた印象すらありますが、彼はデビューが26歳と少し遅く、このままいけば32歳で FA 取得予定でしたので、年齢からしてその時どんな規模の契約をもらえるかの不確定要素も大きく、多少市場価格より低くても今ある程度まとまったお金を保証しておこうという判断だったんでしょうかね。今のクロネンワースのように毎年大きな怪我なく平均以上の打力と内野各ポジションを守れる柔軟性がある限り、この契約はパドレスにとって大バーゲンとなる可能性が高そうですが、あとは30代に入ってそれをどれだけ維持できるか、これが契約の成功のポイントとなるでしょうか。それにしてもパドレスとんでもないですね。という感じで開幕前後で5人ほど駆け込みで契約延長をまとまっていますが、一方で噂は出ながらもまだ合意に至っていないとされるのがパイレーツのブライアン・レイノルズ。レイノルズはオフの間に契約延長交渉が決裂し、チームに対してトレード要求したと報道されていましたが、あれからも開幕を期限として交渉は続けていたようで、契約総額に関しては双方の希望額のちょうど中間にあたる1億600万ドルで合意もしたようなんですが、どうもオプトアウトが焦点になっているみたいですね。レイノルズ側は2026年オフのオプトアウト、彼が31歳のシーズン終了後に FA 市場に挑戦できるようにしたいみたいなんですが、もともとパイレーツはレイノルズに対する保有権を2025年まで持っていますので、それだとオプトアウトされた場合に FA イヤーを1年しか買い取れなかったことになってしまい、あまりパイレーツとしては乗り気ではないと。まあ、2026年オフに出て行かれてしまうとパイレーツの旨味が少ないのはその通りだとは思いつつも、契約延長がまとまらないといよいよ夏のトレードデッドラインでの放出も現実味を帯びてきそうなので、両者の交渉が開幕後も続くのか、そして決着するのかが気になるところです。はい、ざっと開幕前後の契約延長に関する話をまとめてきましたが、いかがだったでしょうか。結構駆け込みでまとまった印象もありつつも、レイノルズとかは本当にどうなっていくのでしょうか。またもしかしたらまだ報道や噂が出ていないだけで、思わぬ選手の契約延長に関する話ももしかしたらあと1週間くらいで出てくる可能性もありそうですので、引き続き注目したいポイントかもしれません。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。